にしての日本デビュー。今最も輝く彼女たち。ですか、これつけてからやるのとつけないでやるのとどっちがいいですか？はいはい、あります方が、はい、あー、ある方が少しもっと猫のように、はい、ダンスしました。あー、もっとやりやすい。はいはい、そうです。でも熱い。はい、熱い。熱い、熱いです。熱いですよね。でもトリブルトラ、ケーケーケーを食べます。いっぱい。いっぱい。はい。いつもいつも いただきます。いただきます。いや、食べちゃダメでしょ。はい、あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、いけてる。はい、いけてる。スーパーマルチガールズということで、モデルのウォーキングに挑戦してもらいました。これがまた可愛いんだにゃ。私たちティアラがいよいよ来ました。イエーイ。はい、9月28日に28日、はい、私たちティアラの日本のデビューシングル「ボピポピ」が発売されます。参りましょう。続いてはロシアンマカロンルーレットです。今回はレインボーのメンバー同士の対決。用意した番組特製レインボーマカロンには1食につき1つだけわさびが入っています。そのわさび入りマカロンを食べた人には罰ゲームが待っていますよ。選ぶとき、はい、歌があります。歌、はい、歌はコカ・コーラはいいし、おいしいから飲みちゃろ、ピンポンペン教えてくれる、これだ。おー、全員が自分の担当カラーの中からマカロンを一つ選びました。わさび入りを食べてしまうのは一体誰？さあ、召し上がれ。誰誰、大丈夫かな、大丈夫だな、あれ、あ、大丈夫だな、クリーンだ、わさび、リーダーだよ、リーダー、リーダー、リーダーだな、あらあらら、え、2人なんだ。わさびを食べた2人には罰ゲームとして変顔写真を撮らせてもらいます。もちろんキュートな変顔写真は視聴者プレゼントですよ。こちらにアクセスを。さらに今回は特別に他のメンバーのサイン入りポラロイド写真もプレゼントしちゃいます。ご応募お待ちしています。そして忘れてはならないレインボーの告知タイム。はい、レインボーの日本デビューシングル A が9月14日に発売になりました。A の中で一番重要なポイントはおよそダンスです。せーの、